皆さんこんにちは、2022年合格目標、ノートミミアの担当特訓ゼミ、の説明会を始めさせていただきたいと思います。担当アレクセンに講師弁理士のノートミです。担当特訓ゼミはですね、今年で3年目になりますかね。そんなにまだ長くやっていないんですけれども、かなり、需要が多くて、すぐにね、申し込み開始してもいっぱいになってしまいました。で、今回もですね、ちょっとコロナ禍の影響なんかもあり、緩い感じで定員が埋まっていくのかなというふうに予想していたんですけれども、皆さんのこうちょっと情熱というか、ね、やる気というか私の予想以上に高かったようで、申し込み開始でも2日でですね、生クラスがいっぱいになってしまいました。でなので、この動画をですね、今拝見されている時期というのはもう生クラスがもういっぱいになってしまっているということになるので、今日の説明会はですね、これからお申し込みになる方に向けてちょっと中心にお話ししたいと思っていましたので、ちょっと純生のですねクラスですね、私が教室にいなくてでこう当てていくことがですねこうちょっとできない、物理的にそういう形式ではない配信教室にこう配信を受けて、受講していただくタイプのクラスですね。そのクラスのそのちょっと受講について、考慮しながらですねお話ししたいと思っています。はい、ではですね、チラシ等々をですね見ていただいてるかなと思うんですけれども、まず、2月6日開校です。で、コロナ禍の影響があって去年まではちょっとこう、ね、試験 の, 日程がこうずれていましたので、そういう部分で、ちょっとこう開校時期もずらしていたんですが、次のですね令和4年の試験、2022年の試験はおそらく5月の第3日曜日あたりになるかなと予想してありますので、そうなってくると、公開模試とかもそれを踏まえて組んでいまして、でその公開模試の手前のところで、できればですねやはりそのある程度 の, その、担当の力を完成させておきたいというところがありますから、ちょっとこう逆算的に、本試験の日から逆算的にやって、でこの回数をですね消化するというふうにしてます。でそうなってくると開講日が必然的にちょっとこれ決まってくるんですけれども、2月6日開講というふうにさせていただきます。で、一応時間が2時から5時になってますが、ちょっとスケジュール調整、他の講座が入っていたりとかいろいろあるので、すでにね、でなのでちょっとこの辺ですね、一部こう時間が違うところがあるんですけれども、大体ですね、この2時から5時の時間でやっていきたいと思います。でこの時期ちょうど同時に走っているのが担当実践当練というのがあるんですけども、担当実践当練はこのゼミを受けられる方は土曜日に受講していただくことになります。あるいは通信で担当実践当練やってもいいかなと思うんですね。担当実践は解説がついていませんので、受けっぱなし当練です。ですから当然自分の時間のある時に受けて提出していただいてもいいと思いますし、で60問あるんですけど、一気に60問解くんではなくて20問ずつで3回に分けて1時間ずつで受けてもいいかなと思います。例えばその担当実践当練でも最終回とその手前ぐらい2回分ぐらいは総合会で模試と同じ感じになるので、それはねやっぱり一気に60問で3時間で解いた方がいいと思うんですけれども、他のところは科目ごとじゃないですか。でそうすると特許の前半ばっかりちょっと60問で3時間半でこうやれっていう感じなんですけど、そんな必要がそもそもあるかなっていうのもあるんですよね。ですから
個人的にはやっぱりそこは自分がこうある程度インプットしたことの確認で担当実践答練を使えばいいと思うので、まあ20問ずつ1時間ずつで3日かけてもいいかなと思ってます。だから別に生にこだわる必要はないですね。で、担当ゼミを受けられる方でもし生にこだわられるんであればですね、まあ、土曜日か、まあ、平日というところを選択していただいて、日曜日はちょっと開けていただく必要がありますので、その点だけ ご留意いただければと思います。で、担当実践当連の、まあ、受講対象者なんですけども、あんまり限定はしておりません。特に定員とかしか書いてないと思います。こういう資格がないとダメですよみたいなことは書いていないと思うんですね。で、まあベーシック生でも中上級生でもそこはもう本当に混ぜこぜで受けていただきます。そもそも中上級生の方がベーシック生よりもこの2月の時点でインプット力担当力が優れてるとは言い切れないので、どっちの方がレベルが高いかっていうところは必ずしもなんですよね。ですから、まあ、別に混ぜこぜにしたからといって、私の方でこの人は初級だ、この人は中上級だって顔見れば分かるんですけど、でもその学力のところですごい区別がつくほどではないので、クラス内のレベルってものはかなり均等にいけるんじゃないかなと思っています。で、ただですね、ちょっと注意していただきたいのは、アウトプット中心でやるんですね。ですから、その基礎的なインプットをやるわけではないので、なんか全くそのインプット講座、期間講座とかなしでですね、担当ゼミだけで全部賄おうというようなことは無理ですので、そこはちょっと期待しないでください。その部分はですね、まず私のゼミは私が担当するというところから考えてもですね、要はそのベーシック生のところで、そのちょっとこうついてこれてないフォローが必要な部分をフォローしたいとかで、中上級生も担当してますから、中上級生の部分でちょっと穴があったりできてると本人たち思っているんだけれども、だけれどもやっぱりそこでうまくその30点台中盤から抜け出せないとかですね、その引き上げてあげなきゃいけないっていう部分のそのフォローになります。ですからそのベースのところから一から構築するっていうような形ではないので、なので全く基礎講座も受けてません。でインプット講座、まあ、ベーシックなり中上級なり何も他校も含めて受けてませんだと、ちょっとそれこそついてこれないと思いますので、そこだけはご自身で、ご注意いただければと思います。はい。で、インプットとアウトプットのハイブリッド型でやるということではあるんですけども、進め方としてはですね、まず、これ去年の第1回目のレジュメなんですが、こう、一問一答っぽいですね、こういう問題を解いていただくんですけど、こうテーマごとにくくってあるんですね。で、これ1回目なので補正からやっているんですけれども、で例えば10問まで一気にやりましょうではなくてですね、完全に1問ずつやるんですよ。で、例えばこの1番目の問題だと、まあ、問題文も短いし非常にこう瞬発的に解けるタイプの問題だと思いますし、でそうでないといけないので、例えばこれだと、はい、20秒でみたいな感じの指定をするんですね。で私の方ではい始めで、はい終わりみたいなことをして、で今度その上で当てていく感じなんですね。でまずこれ丸ですか×ですかと、でなぜ丸にしましたか、なぜ×にしましたかっていうことのこの問題自体の回答について、お答えいただきます。でその上で、私の方で今度派生した問題を作り、口頭でですね、その方のお答えによってちょっとそこは私がアレンジを加えて答えるので、例えばその方が間違ったとしますよね。これだと願書に記載された発明者の氏名についての補正だから、いわゆる17条を聞いているんですけども、例えばこれが徳佐帝東本宗達までですみたいなことを言っちゃうと、あ17条の2と混同してるんだなっていうふうに私はその言ったことに対して何が間違ってるのかっていう根本的なものを読むんですよね。でそうするとじゃあこれがね
まあ、まずそこのこの部分の解説をするんですけれども、じゃあ17条と17条の2との違いは何ですかっていうような感じで、ちょっとその不理解を本人にこうかあの自覚してもらうような質問を挙げます。でその上で今度は派生する、例えば17条の2だったらどうなのかとか、うん、そのまあそうですね、17条の3だったらどうなのかとか、だからそんな感じでちょっとこう一つの問題からこう膨らましていくような感じですね。でそうすることによって効率的にこう攻略していくことができるので、一つの枝から得られるものっていうのは一つじゃないんだよっていうところで、あのしっかり丁寧にやっていくってことをあのやっていきたいと思っています。でなので担当ゼミはあのいわゆる通常の講座とか当園と違うところっていうと、いわゆるその丁寧に仕上げていくっていうことですね。でそうすることでそのふわっとしたものにこう硬さを持たせることができるし、であとやっぱりこれ対象者っていうことにもよるのかもしれませんけれども、あのもう自分で何が足りないかを自覚してる人はいいんですけれども、やっぱりそういう自覚がない人って結構いるんですね。で例えばあの直近のね、去年 の、 あの合格者ベーシック生 で見事今回のねあの試験であの合格された方があのいらっしゃるんですけど、担当のゼミをね取ろうかどうか迷ってらっしゃったんですよ、その人はね。で私はその子にあのいやあなたこそ取った方がいいっていうこともあの言ったんですね。あんまり私あの個人的に特にそのあなたは取るべきだみたいなこう強制しないんですけど、ただ彼女の場合はおそらく、まあ、次の試験でうまくいけばあの担当をうまく受かればですね、論文もいけるんじゃないかというふうに思っていたんですね。でただあの相対的に見ればクラスの中で3本の指に入るくらいの実力はあったんですけれども、まあ、それでもね、その穴がやっぱりポコポコ感じるんですよ、うん、質問に来られる感じだったりとか、まあ、当連で見た感じだったりとか、そういうものでその穴をすごく感じるんです。でも本人は穴を感じてないんですよ。でそれ一番危険な状態で、30点台半ばの人によくあるタイプなんですね。でこのままいくと多分30点台半ばぐらいになっちゃうので、あの本試験で確実に、しかも論文のためにはやっぱり45点ぐらいでやった担当をやっぱ受かっておかなきゃいけないの でそこを考えると、ここは、ね、万全を期してあなたこそ担当ゼミ受けた方がいいっていうふうに言ったんですね。で彼女はあの学生さんだったので、まあ、当然金銭的にもそんなにね、あの自分の自由になる部分っていうのは少ないと思うんですけど、ただ今後かかるお金の中で私はその何を差し置いてもやっぱりここが一番キーポイントだろうと思ったので、あのここはちょっと多少ね、あの 先に使えるお金がなくなったとしても、うん、担当ゼミを受けた方がいいんじゃないかというふうにアドバイス、今彼女はもうそのままね、あの素直に従ってくれて、あの受けていただきました。それでまあ見事担当も余裕で合格して、そしてそのままあの論文も行ったという、まああの私はちょっとね選択科目までは見てなかったので選択科目どうかなと思ってたんですけど、そのままあのベーシック生で、試験ねあの合格してくれましたんで、まあそういうねあのゼロから何とかしてくださいみたいな、もう全然受からないですと、講座ついていけませんみたいな方ももちろんあのたくさんいらっしゃると思うし、でそういう人たちをこう救い出さなきゃいけないっていうこともあるんだけれども、あのどちらかというとやっぱりその自覚がないミスですね、自覚がないその欠点だったりとか、その自覚がないことを自覚させるっていうことがゼミじゃないとできないと思うので、なのでその中上級生でやっぱりその30点台ぐらいで 2,3 回の試験足踏みしている方はもうぜひぜひあの使っていただければなというふうに思いますね、うん、あの後悔先に立たずですから、やっぱりあのいろいろ自分でやってらっしゃると思うんですね、30点台ぐらいの人って、うん、でもやっぱり2回3回足踏みしてるってことはやっぱり自分のやり方まずいわけなので、うん、そこはやっぱりあの謙虚に受け止めていただいた方が次の試験に活かせるんじゃないかなと思っています。
で残念ながらですね、ちょっと生クラスに今からというわけにはちょっといかないんですね。申し訳ないんですけれども、ちょっと当てていく関係上定員が限られていますので、純生クラスになるかと思います。ただ生クラスにいる人でも1回に当たる回数でそんな10回も20回も当たるわけではないですから、当然他の人たちがですね、こう解いてる回答とかも聞きながら自分だったらどうかなってことを聞きながら学習をしていただくってことはそんなに変わりがないと思います。で特にその演習で使う問題は全部同じように配布しておりますし、で解く時間とかも全部それは同じなので、例えばこの問題だったら何秒ぐらいで解かなきゃいけないかとか、そういうことも含めてのこれゼミなのでね。だから今までこの枝だとなんか1分ぐらいかかってたけど先生30秒って言ったなみたいな、それだとやっぱり自分のスピードが遅い。やっぱりその60問を3時間半と言っても実際合格者は3時間以内で解いてきます。3時間半なんかかかっていては本試験で解けないです。そのためには単純には1枝50秒だいたい今1問につき3分ってことになるんですけれども、ただその問題によって長さだったりとかやっぱり深さだったりとかでかかる時間一律に50秒ではないので、なので私の方である程度のその目安というもの、平均値というものをですね、考えて、これだったら30秒、これだったらもうちょっと例えば1分以上かけてもいいと、例えば遺書法の3条の2ですごく分厚い問題ありますよね。なのでと例えばこれだとちょっと1分半かけましょうとか、そういうふうな指示をしていきますので、そういう訓練にもなるかなというふうに思っています。であとは診断シートということで、これ年末の道場とかにも使っていく診断シートに近いものなんですけれども、今の実力レベルですね、補正の問題で例えば8問正解であれば、だいたい OK ですよ。でも7から6であればちょっと危険だね。で5から1であればかなり危険なので入門の知識からちゃんとやり直してくださいみたいな、そういう診断シートを毎回つけていきます。であと、ゼミが終わった後に、知識の完成度を高めていただくために条文の穴埋めテストですね。これ、テストなんですけど、自宅で学習するための教材として重要な条文の穴埋めをですね、使っていただいて、でそれでこう知識をとこうふわっとしたものを固くしていくっていう作業をですね、やっていきたいと思っています。担当ゼミは人数がねこう限られているので、かなりそのもうそうですね、5回をもう経たないうちにだいたいお一人お一人の傾向とか実力って私の方でもう把握できちゃいますので、なので例えばこの人ってちょっと条文の言葉尻に弱いなとかね、することができるのかしなければならないとか、そういうところになると極端に弱くなるなとかですね、であるいはそのテーマとして手続きに弱いなとかですね、なんかそういうことがもうだんだんこう自分の中のこうデータとして出てくるの でそういうふうになってくるとやっぱりちょっとその人に当たった時の問題っていうのは結構その特徴が出てくると思うんですけれども、ただ見てるとやっぱりそのあんまりなんていうかその人にしか汎用できないものっていうのはないと思います。ですからやっぱりその人の振りを見て我が振りを直すことの方が圧倒的に多いと思いますので、ぜひですね純生クラスでもご検討いただければなというふうに思います。配布物とか一応受講形式等ですね、こう進め方とかそういったことも同じなので、ちょっと価格の部分も生クラスと同額ということにはなってしまうんですけれども、特に純生だから多くこうなんていうんですかね、こう別途何かしなければいけないことがあるとかそういうことでもないですし、で生クラスの方がそのものすごく有利だっていうことも実際はあまりないようなので、実績としてもですね、なので変わらずですね、メリットを享受していただければと思います。はい、では簡単ではありますがこれで、ゼミの説明会を以上とさせていただきたいと思います。ではまた開講日にお会いしましょう。